サラデン駅に向かう BTS ユーグレド時のパッポン通り、ホテルで下にバンコクシーロム通り、フアランポーン駅スワンナプーム空港シーロム通りの位置、シーロム通りとは、太陽国バンコクにある道路、ラーマ四世通りから南西に伸び、チャオプラヤ川手前のチャルンクルン通りまで続く。シーロム通りとラーマ四世通りの交差点近くには、 地下鉄のシーロム駅とバンコクスカイトレインのサラデン駅があり乗り換えができる。首都バンコクの中でも特に経済と観光の中心であり最も密集した地域だと言われている。そのため朝夕のラッシュアワーに限らず道路の渋滞が深刻である。シーロムの中心、サラデン駅前には日本人をはじめ多くの外国人観光客で賑わうナイトスポットとして 有名なパッポン通りがあり、ゴーオーバーが多くあることで有名である。また、夜になると、歩道や沿いにびっしりと露店が並ぶ。ここでは、フルーツジュース、コーヒーなどの飲み物をはじめ、伝統的なタイフード、民芸品、衣料品、装飾品、雑貨等あらゆるものが売られている。外国人の多く集まるところとあってか、価格は、バンコクの他のマーケットや、お店に比べて割高である。 ありがとうございます。